ジェームズ・ジョゼフ・ドレスノクはアメリカ合衆国出身の軍人。陸軍の一等兵として軍事境界線の警備に従事していたが、1962年に朝鮮民主主義人民共和国へと亡命した。ジョー・ドレスノクとも表記される。バージニア州リッチモンド市出身。10歳の時に両親が離婚し、父親と共にペンシルバニア州へ移る。弟は母親に引き取られ、 離婚後二人とは会っていない。父親は、新しい女性を見つけたが、その女性がドレスの子を育てることを拒んだため、児童養護施設に送られた。17歳の時、高校を中退して陸軍に入隊した。その後結婚したが、西ドイツの米軍基地に配属されている間、アメリカに残っていた妻が浮気し、帰国後に離婚を告げられる。ついで、韓国に配属され、 軍事境界線での警備につく。1962年8月15日、仲間の兵士が食事をとっている暇に、境界線を越えて北朝鮮領内に逃亡した。その時の心境について、自分の子供時代、結婚、軍隊生活すべてに嫌気がさしていた。俺は、ならず者だった。自分が行く場所は一つしかなかったと後に話した。北朝鮮の生活は、 過酷だったため、1966年、他の逃亡アメリカ兵であるラリー・アレン・アブシャー一等兵、ジェリー・ウェイン・パリッシュ五長、チャールズ・ジェンキンス軍曹と4人で、ピョンヤンのソ連大使館へ逃げ込み亡命を申請したが、失敗に終わった。4人は、アブシャー、パリッシュ組とドレスノク、ジェンキンス組の2組に分けられて徹底的に監視され、互いに連絡を取り合うことさえ禁止された。 ゼンキンスの証言によれば、ドレスノクは体制側についてよく自分を殴ったという。彼は身長196センチ、体重約120キロという巨漢であり、その巨体を遺憾なく発揮し、仲間を殴ることを楽しんでいたという。ドレスノクは北朝鮮の反米プロパガンダ映画、名もなき英雄たちに、ミスター・アーサーという役名で出演した。そのため、 北朝鮮ではミスター・アーサーと呼ばれている。1972年、イタリアから拉致されてきたルーマニア人ドイナ、ブンベアと結婚。ドイナが1997年にガンで多戒した後、北朝鮮人と東郷人のハーフである女性と再婚した。ドイナとの間に二人の息子、シオドアリ・カルド・ドレスノクとジェームズ・ガブリエル・ドレスノク。 再婚相手との間に一人の息子がいる。アブシャーとパリッシュについて北朝鮮政府は国内で自然死した都市長ジェンキンスは2004年、二人の娘と共にジャカルタへ出国。妻で日本人拉致被害者の蘇我瞳と再会、日本へと渡った。よってドレスノクは北朝鮮国内に残っている最後の逃亡アメリカ兵であった。2007年、 イギリスのドキュメンタリー映画、クロッシングザ・ラインとアメリカ CBS のニュース番組60ミニッツに出演し、北朝鮮に渡った経緯などについて初めて語った。このどちらにも息子のジェームズ・ガブリエルドレスノクが出演したが、その顔立ちがドイナにそっくりで、名前もドイナの弟と同じガブリエルだったことから、ルーマニアの家族が拉致されていたのはドイナだと確信した。 2016年11月に脳卒中で死去した74歳没。ありがとうございます。